さーて腹が減ったからそうめんなつらそうめんのつくのしょくりんさっぱり夏そうめんペッペペラペラ火を沸かしてる間にタレと下準備をしましょうね。ソースを作っていきましょうか。夏はめんつゆ適当にちょっと塩コショウ入れてトマト入れてほんでもって豆乳入れてごまドレ入れてと醤油入れてーだ、ラー油も入れてーアクセントほんでもってナッツナッツを砕くやっぱ叩くのはインパクトの底がいっちょっ簡単だよね。夏夏夏夏夏、うん、あい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 夏、うん、ぶち込んで腹ごたえをいっぱい欲しいよ。二玉入れちゃおうか。まず水でそうめんをしばき上げましょう。量多かったかな。ペロリンチョでしょ、男の子だから。ほんで冷やして、いい濁いで、トゥトゥー、マトー、バッキャロウマトーだねえかよ、これおめえよ、バッキャロウ。うめえ。ああ。
うまかった。完全に。ね、バレね、うん。豆乳にごまやったらもうなんてうめえだからおめえよ。んで、お前トマトピューよりピュッピュッピューだよ、お前。で、めんつゆしょうゆ、もう全部黄金比、黄金比、黄金比。歯ごたえのナッツをやって。全部ペロリンチョ。あ、ペペ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 ロリンチョ。ペロンチーノ今度食べてみようと思います。さあ、片付けしたらそれまでが、自炊っていうことで。何なんだろうね。飯食った後タバコを吸うのがうまいっちゅうのは。あんま思ったことないんだ。まあ。まあ、ルーティンだよね。ルーティン。なんでこんな自炊の料理出したかってわかる？ね。暇だから。うーちゃーくーちゃー暇だから。リスケなって、暇だから。でもこれをやったってことはなんか、なんか、仕事見てんじゃん。オッケー、オッケー。オッケー、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 うん。オッケー、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 オッケー。なんなんこの歌。すごいノリいいじゃん。あざした。もう一回僕に怒ってください。働けって言ってください。おい、働けよ、ちゃんと働けって。だから親方って意味、働けって意味なんで、親に怒られる。こんな大学行ったら先生にテストでも50点でちゃんと骨折れると怒られたら、分かったか、ちゃんとしろよ。はい、すいません。何をやったらいいですか。バカ、わかる、ほら、これを切ったすんだよ。これをですな、丸太一本じゃ上げさせていただきます。知らん、バッキャロ違ったのか。これを切るんだよ、バッキャロ。何をやればいいんですか。ナイフ持ってくればいいんだよ、まあ、これを切るんですか。そうっす、男は丸太一本でやるんすよ。なんだよ、正論すぎて言えなかったか。お前しっかりか、ちゃんと。もうこれはオールで切るんで、オール探してこい、ちびっこ。ちびっこはおめえだろう、バッキャロ。まったく、身長どんぐらい違えと思ってんだ。お前は全部で豚なんだよ、バーゲン。デブと豚は僕じゃないと思います。ネックレスも傷ついて、これ一円じゃねえか。これ医者ヤフオクだったらめっちゃ安いやつだ、バッキャラ。はい、カッコつけてんじゃねえよ。カッコつけてすいません。ハイボールのマスターして、バッキャラ。お前、女は働いてるのに大阪は酒飲んで、どんな家庭なんだ、バッキャラ。お前大学行ったらもう怒られるぞ、骨折れるぞ、怒られて。もう大学行ってないからわかんねえんだ。あ、バッキャラ、大学行ってないか、やばいな。やばいんだ。ちゃんと大学行け、今からでも行けるよ。高校も行ってねえんだ。はぁ、バッカだよ、受験合格できなかった、やばいな。お前中退なんだ、途中でやめちまったんだ、だから仕事できねえんだ。あぁ、丸太が焼けてる。お前バッカ、兄ちゃんなんかやって、全部仕事。いや、だから早く肉も働くんだよ、バッカ。肉持ってこい、肉。洗濯物とかするから、お前が働くんだよ、分かったか。え、洗濯もしてくれるの。これ濡れちゃったらやってくれる？バッカー、だからブータか、お前ブータか。だからヤフオクでカッコつけんな。これ1円のやつだろ、ヤフで売ってた。そうです、はい、1円です。カッコつけんじゃねえよ。痛い、やめてよ、ちょっと。大学で怒られるぞ、バッカー。もうぶつのだけやめて、ね、母さんも大変なんだよ。そうですか。もう子供の勇気がちゃんとガッと怒られてるの、バッカー。ごめんなさい、ちょっとおかわりください。はぁ、あ、こんなん全然ある、バッカー。お酒飲むな。え、なんで。今日夜仕事行くって言ってたよ、車乗るよ。事故に遭うぞ、バッカロ。俺の嫁、俺と結婚してんのか。待ってやるぞ。違
あー、そういうことね。俺のこと好きでいじり倒してんだ。まあ、った可愛いとこあんな。親方君のこと好きなくせしてな。死ぬよ、ばっかり。今日会った時、目がハートになってたもん、俺。親方、あ、冷た。冷た。ビール飲むのっつってんの、わかったわ。ごめん、ごめん。もう、じゃこれで終わりするから、もう1時間も経ってるんだよ、終わったら。はい、もうこれで終わりするから。はい、わかりました。姉さん女房だよ。姉さん女房。